ファビオ・セレスティには、スイス、ローザンヌ出身の元サッカー選手、サッカー指導者。元、サッカースイス代表である。ポジションは MF。現在は、スーパーリーグの FC ルツェルンの監督を務めている。地元のクラブである FC ローザンヌスポルトで、プロデビューし、フランスのトロワ AC とオリンピックマル声優で合計、4シーズンプレーした。 バレンシア CF と対戦した2004年の UEFA カップ決勝では途中出場した。2004から05シーズンはスペインのレバンテユーリーでプレーしたが18位でセグンダ・ディビシオンに降格した。そのため2005年夏にヘタフェ CF に移籍した。2006から07シーズンは34試合に出場した。2007から08シーズンの UEFA カップでは 準々決勝でバイエルミューンヘンに敗れた。彼はグループリーグの RSC アンデルレフィト戦で得点した。2008から09シーズンはオイゲン・ポランスキの加入などもあり、22試合の出場にとどまった。2010年2月、ヘタフェとの契約を延長しないことを発表し、フルスのローザン・ルスポルトと1年契約を結んだ。しかしながら、 引退後のキャリアについての話し合いがまとまらず、同年12月15日のチッタディ・パレール模戦を最後に、現役を退いた。ありがとうございます。